味噌 100g、 お砂糖 50g、 酒大さじ2ぐらい、大体こんくらいで、みりんを、まあ砂糖が入ってんでね、その半分ぐらい、大さじ1ぐらい、ほんのちょっとだけお醤油入れます。ほんのちょっとね、隠し味程度、小さじ2分の1あるかないかで、これをちょっと練りまして、砂糖が溶けてとろっとするまで煮詰めていきます。砂糖が溶けてこんな感じでとろっとしたところに、すりごま、すりごまをもりもり吸ってきます。まあごまの量はまあお好みでだけど、私はちょうど大さじ1杯分ぐらい吸っていこうかなと思います。でお砂糖の量もほんと好き好きなので、甘いのが好きな人はもっといっぱい入れればいいし、私はまあ味噌に対して半分ぐらいがちょうどいいぐらいの味なので、そのくらいにしてますけど、九州はさ、この甘辛味噌っていうのが結構ご飯のおかずでさあったりとかして、これをもうちょっと煮詰めてね、ピーナッツとあえて、ピーナッツ味噌も美味しいし、これにコチュジャンとか入れてね、焼肉のタレにもなるし、ほんとこれね、あの飯泥棒なんだけど万能調味料なんだよね。これに何でも自分の好みのものをぶち込んで混ぜて使うと本当にいい調味料なので、例えばこれにお酢と油を混ぜてドレッシングにもなるし、本当にこれ1個作っとくと超便利です。まあこんな感じで煮沸消毒した瓶に入れて冷蔵保存すればもう1ヶ月は絶対に持ちます。これで 100g ぐらいなんだけど、もうこれぐらいもうあっという間に使っちゃうね。本当に万能調味料なので、これはもううちの食卓の必需品です。味噌ができた時にね、ダダッと作っちゃいます。さてご飯いただきます。魚のアラで作った魚醤になるであろう、1年後に会おう、あんず梅と麦塩麹で煮たイワシ煮、これはまたねこうやって汁に漬け込んでおけば明日はもっと美味しくなります。です、これはもううちの万能味噌だれなんだけど、そして絶好の飯泥棒です。酒の香りがあんまり好きじゃないっていう人は先にお酒とみりんを煮てアルコール分を飛ばしてから使うといいかなと思います。私は別にお酒の香りが嫌いじゃないので、むしろあの残してる感じです。もうそれはもうほんと人それぞれ好き好きです。